皆さんこんにちは、GB ヒストリーの霊夢です。解説役のマリサだぞ。今回はポケモン金銀クリスタルに出てくる、ドット絵で表現されたいろいろなものを紹介するぜ。いろいろなものってどういうものなのかしら？例えば家の中にもラジオが置いてあったり観葉植物が置いてたりするだろ？そういった小物なども含めて個人的に気になったものを紹介していくぜ。なるほどね、あまり意識して見てないもののことね。街で多く見れるものもあれば特定の場所でしか見れないものなどいろいろなものがあるからな。今一度細かい部分のこだわりを確認してほしいぜ。ストーリーには関係ないだろうけど金銀の世界観を作り上げてる要素だもんね。覚えてるかわからないけど見させてもらうわ。それじゃあ早速紹介するぜ。まずはこれから紹介するぜ。これはテレビね。ああテレビはゲームスタート時にまず見れるものだぜ。主人公の家では1階にも置いてあり、おそらく実在する映画銀河鉄道の夜が流れてるぜ。初代ではスタンドバイミーが流れてたわね。主人公の家で映画が流れてるという伝統は他のシリーズにも受け継がれてるぜ。ちなみにこの黒いテレビが置いてあるのは主人公の家、レッドの家、モノマネ娘の家のみになってるぜ。初代でも確かこの3世帯にしかなかったわよね。そうだったんだけど金銀では他の民家にもテレビが置いてあり、他の民家では全て青色のテレビになってるぜ。ただしテレビが置いてあるのは現代の家のみで和風な家では置かれてないんだぜ。でも3年間でテレビがかなり普及したことがわかるわね。続いてはこちら。これはラジオね。ああこれは一般の民家に置いているラジオでほぼ全ての民家に置いてあるぜ。金銀は家電の普及が進んでいるのね。そしてラジオには2種類のデザインがあり、それぞれ和風な民家と現代風な民家で使い分けられてるんだぜ。和風な民家は譲渡にしかないからこのラジオは譲渡地方限定モデルになってるぜ。2種類あったのは知らなかったわ。家の雰囲気に合わせるためにわざわざ2種類用意したのは素晴らしいよな。そして続いてはこちら。これは台所かしら？ああこれは主人公の家のみで見れるものだぜ。確かに他の家では見たことはなかったわ。初代にもなかったから新鮮だったし、実家というのをより感じさせてくれるから安心感があるよな。話しかけるとお母さんの得意料理がわかるのね。グレン風、火山ハンバーグというネーミングは金銀の世界だと不謹慎な気はするけどな。ちなみに夜になってから家に入るとお母さんが台所に立っているところを見れるぜ。時間によってセリフとかが変わるのは嬉しい仕様よね。続いてはこちら。これはソファーね、どこに置いてあったかしら？ソファーはポケモン G さんの家、シルクカンパニーや関東発電所に置いてあるぜ。あら意外と少ないのね。置いてある場所を考えると来客用のソファーって感じかしら？ああおそらく自宅で使うようではなくオフィス用のソファーと考えられるぜ。この世界では来客用は青色のソファーというルールがあるのかもな。そして続いてはこちら。これは黒板かしら？ああこの黒板は起業式にある序盤に先生の塾で見れるぜ。ここはわざわざ看板を出してまで作る必要があったのか謎だったわね。確かにストーリーには全く関係ないからな。でも冒険のいろはを教えてくれる序盤に欠かせないのが序盤に先生だぜ。名前の由来はそこからなのかしら？なお黒板の他にも教壇や生徒の机などここでしか見れないドット絵がたくさんあるぜ。わざわざこのために作ったのね。ストーリーには関係なくてもここにしかないドット絵を見に行く価値はあるぜ。続いてはこちら。これはどこの何かしら？これは起業式のジム専用のオブジェクトだぜ。ただしこれについては誰も明言してないからこれが何なのかはわからないぜ。飛行タイプのジムということを考えるとサーキュレーターなんじゃないかとは思うけどな。なるほどね、床から風を吹かせてるということね。ああ強風の中戦わないといけないという設定だったんだと思うぜ。続いてはこちら。これは何かの機械のようね。置いてあるのはアルフの遺跡研究所だぜ。ただしある条件をクリアしないとこの機械は動かないままなんだぜ。どんな条件だったかしら？それはアンノーン図鑑を完成させることだぜ。アルファベットすべてのアンノーンを捕まえるとこの機械を使えるようになり、これがポケットプリンタ専用のものということがわかるぜ。プリンターだったのね。でもバーチャルコンソールでは使えないのよね。ああ残念ながらゲームボーイカラーとポケットプリンタの現物がないと使うことはできないぜ。持ってる人は貴重だから大事にしてね。そして続いてはこちら。これは岩鉄の家じゃない？ああここは日和田タウンにある岩鉄の家の作業部屋だぜ。民家の中では広い部屋になっていて右側がこの作業部屋になってるぜ。
この作業部屋の小道具などは貴重なドット絵だからぜひ見に行ってくれ。ここでボールを作ってくれたのを思い出すわ。岩鉄にボンブリを渡すとこの作業部屋でボールを作り始めるんだよな。孫の子も一緒に手伝ってくれてて可愛いわね。まさかこのボールたちがバグだらけだったことは子供の頃は気づかなかったぜ。それは知らなかったわ。ここでは話すと長くなるから気になる人は調べてみてくれ。続いてはこちら。これはラジオのブースね。ああ、これは小金市とシオンタウンで見れるラジオブースだぜ。マイクが大きめに表現されてたりわかりやすいわね。ラジオは初代から進化した金銀の重要な新要素となっているから、ラジオブースということをわかりやすくするために機材やマイクを置いたりと作り込みがすごいんだぜ。なおこのブースはクリスタルだと小金のラジオ塔に1箇所追加されてるんだぜ。こんなに気軽にラジオブースに入れるなんて現実ではありえないけどね。続いてはこちら。これは自動販売機かしら？ああ、これは小金デパートと玉虫デパートに置いてある自動販売機で、その2箇所でしか見れないぜ。そして初代と比べてみるとより自動販売機と認識できるようなグラフィックになってるぜ。初代では玉虫デパートの屋上だったわよね。ああ、フロアは同じ6階で変わっていないんだけど、増築したのか金銀では屋上がなくなっているんだぜ。ちなみに飲み物のラインナップも初代と変わっていないぜ。金銀でも冷凍ビームがもらえるのか期待したのは私だけじゃないはず。続いてはこちら。随分と和風なものね。これはどこにあったかしら？これは円樹式の家具連城にあるついたてだぜ。舞妓はんがいた踊り場のことね。話しかけてみると季節の花が描かれていて高級なものということがわかるぜ。ついたては伝統的な日本家屋で見られるものだからそれを表現したんだぜ。パッと見は屏風にも見えるけど立派なついたてなのね。そしてこれももちろんこの場所でしか見られない一点ものだぜ。限定トレーナーの舞妓はんがいたり、この場所はかなり力を入れていたことがわかるぜ。続いてはこちら。あ、任天堂64ね。ああ、これはマサラタウンのレッドの家にあるぜ。初代ではスーパーファミコンだったのが金銀では64になってて感動したよな。でもレッドは冒険に出てて帰ってこないってお母さんが言っていたわよね。だとしたらなんで最新のゲームがあるのかしら？お母さんがレッドのために買ってたのかもしれないな。子供の頃にゲームを買ってもらった時はめちゃくちゃ嬉しかったもんね。続いてはこちら。これはお墓ね。初代ではよく見た気がするわ。金銀でこのお墓を見られるのはシオンタウンにある魂の家だぜ。初代でもいた富士老人がここを管理していて、別の部屋にもお墓があることもわかるぜ。初代ではポケモンタワーと四天王の菊子の部屋でたくさん見ることができたけど、金銀ではこの場所限定となってるぜ。ちなみにお墓のデザインは初代から少し変更されてるのは豆知識だぜ。色がついた金銀でシオンタウンのお化けイベントを体験したかったわ。続いてはこちら。これは何かのポスターかしら？ああ、これは玉虫式のゲームコーナーと食堂でのみ見れるぜ。話しかけてみるとゲームコーナーでは初代を彷彿させるセリフが流れて、食堂では大食い大会についての説明が書かれてるのがわかるぜ。大食い大会の説明があったのは知らなかったわ。デザインは初代と同じになっているけど、玉虫デパートにあったポケモン赤緑のポスターがなくなっているのは残念だぜ。そしてここからは種類が複数あるものを紹介していくぜ。まずはこの銅像たちを紹介するぜ。特定のポケモンをかたどっているやつね。ということでまずはこの銅像から。これはまだつぼみの塔の至るところに置いてある銅像だぜ。ダンジョン系は無機質な感じになりやすいから銅像が置いてあるだけで違うわね。そしてチェックしてみるとどこか神々しいと表現されてるぜ。これは普段から坊主が磨き上げているのが伺えるよな。ちなみに最上階の掛け軸にもまだつぼみが描かれてるぜ。続いてはこちら。これはペルシアンかしら？その通りだぜ。これはロケット弾のアジトに置いてあり、目の前を通るとロケット弾の下っ端と連戦することになるぜ。そして話しかけると目が光っていることがわかるぜ。おそらくセンサー機能がついていて侵入者に反応するようになっていると思われるぜ。侵入者を倒すためにこの銅像があるなんてまさにアジトね。続いてはこちら。これは何の銅像かしら？この銅像については説明する人もいないし、テーブルの中央にあって話しかけることもできないからわからないぜ。ただ見た感じはおそらくウィンディではないかと思うぜ。見れる場所もトレーナーハウス、ポケモン大好きクラブ、サファリゾーン延長の家と敷居の高い場所にあるからな。伝説ポケモンと分類されてるウィンディが似合うと思うぜ。これについて知ってる人がいたら教えてほしいわね。続いてはこちら。
これはクリスタル限定のワタルの部屋で見られるぜ。そしてモデルになったのは白竜と思われるぜ。金銀では白竜は繰り出してこないから海竜の銅像の方が良かった気がするわ。確かにそれは言えるな。そしてこの時代はまだドラゴンが最強という風潮があったからか、ドラゴンをかたどったものが他にも出てくるぜ。スベジムの息吹がいるところや竜の穴の祠などだな。まあドラゴンは絵になるから色々作りたくなる気持ちはわかるわ。そして最後の銅像はこれだ。これはジムにあるやつよね。ああ、初代から使われている怪獣型の銅像で、こいつがポケモンなのかもよくわからないぜ。初代と比べてみると怪獣のデザインは変わっていないけど台座に若干の変更はされてるぜ。なおこれが使われているのは基本的に関東地方のジムで、上都地方のジムではモンスターボールの銅像が使われているぜ。言われてみれば確かにそうだったわね。ただし上都地方でも使われている場所があって、それが丹波ジム、円珠ジム、鈴の塔だぜ。この二つのジムと鈴の塔の床は木目調になっていて、ビジュアル的に合うと判断されたのかもな。そしてさらにもう一箇所上都で使われているのがアルフの遺跡だぜ。確かに大量にあったわね。遺跡は1500年前からあるから、この銅像自体も歴史あるものということが判明したぜ。それを模したものを関東でも使ってたということね。この銅像についても何か知ってる人がいたらぜひ教えてくれ。さあ続いては観葉植物の種類を紹介するぜ。観葉植物にも結構種類があるのね。種類の数で言うと初代よりも増えているからな。ということで最初はこの観葉植物。一般的な民家に置いてあるものでみんなが一番目にした機会が多いと思うぜ。確かに観葉植物といえばこれって感じね。これは初代のグラフィックに色がついたものとなっていて、民家にある観葉植物はすべてこれが使われているぜ。そしてクリスタルでは若干のデザイン変更が行われてるんだぜ。比べてみると葉っぱにツヤを出してるのがわかるぜ。細かい修正があったのは驚きだわ。そして続いてがこちら。さっきのものとは少し違うデザインのものになってるぜ。かなり似てるけど微妙に違うのね。これが置いてあるのは小金シティ、玉虫シティ、それぞれのゲームコーナーや、アサギシティの食堂、そして赤竹シティのサファリゾーン事務局だぜ。共通点としては全てピンクの床に使われていることがわかるぜ。床の色に合わせて観葉植物が置かれていたのね。そしてクリスタルではこのピンクの床は全てモノクロになっていて、さらに観葉植物は大幅にデザインが変わったぜ。盆栽みたいな雰囲気のものになったわね。どんな意図でこれになったのかは不明だけど、こだわりはあったんだと思うぜ。続いてはこちら。この観葉植物が置いてある場所はポケモン G さんの家やアルフの遺跡、そしてロケット団アジトとシルフカンパニーなどだぜ。あら？これも床の色が共通してるわね。ああ、白と青のこの床の場合はこのタイプの観葉植物が使われているようだぜ。なおこれに関してはクリスタルになってもデザインに変更はなかったぜ。満足いくデザインだったということね。そして次はこのタイプ。これは小金シティとシオンタウンのラジオ塔にのみ置かれている観葉植物だぜ。目隠し用に使うようなデザインね。他のとはだいぶ雰囲気が違うよな。そしてクリスタルでは色合いが変更されていて、くっきりとした緑色になってるぜ。よく見ると色を濃くしただけではなくて、影の感じも少し変更されていることもわかるぜ。くっきりとした緑色の方が存在感が出て良いわね。カラーになったということをより感じられるよな。そしてお次はこちら。これが置いてあるのはロケット団アジトとアサギシティ、千葉シティ船着き場までの通路入り口だぜ。今までのものより小ぶりに見えるわ。可愛いデザインだよな。二つの場所を見るとわかるけど、これも同じ床の模様になってるぜ。そしてクリスタルでもデザインに変更はされていないぜ。これも完成されたデザインだったということね。そして次はこちら。うわ、さらに可愛いタイプね。可愛い上にこれは激レアなものだぜ。置いてある場所は玉虫マンションの1階と2階のみだぜ。初代から玉虫マンションはネタの宝庫ね。玉虫マンションは構造自体が他の建物と違う作りになっているからな。観葉植物も矯正が必要だったんだと思うぜ。なおクリスタルでもデザインに変更はないぜ。わざわざこのために作ったのはさすがと言うべきね。そして最後の植物はこちら。これは小金デパートと玉虫デパートにあるものだぜ。デパートでこういう植物はよく見るわね。初代の玉虫デパートにはなかったから3年の間におしゃれなデパートになったのがわかるぜ。そして実はクリスタルでもこっそりデザインが変更されているんだぜ。ほんとね、でも色が鮮やかになったかといえばそんなこともないし、この変更はどうなのかしら？
制作陣でどうしても修正したい人がいたんだろうな。これがデパートの植物の完成形ということで納得してくれ。さあいよいよ最後に紹介するのはドアの種類だぜ。ドアは全部でこれだけあるぜ。どれも見覚えがあるようなないようなって感じね。ということでまずはこのドア。これは譲渡地方の建物のほとんどに使われてるぜ。民家のみならず各地のジムなどにもこれが使われてるぜ。逆に言うと関東では一つも使われてないドアなんだぜ。徹底ぶりがすごいわね。続いてはこちら。これは譲渡の和風な建物に使われてるものだぜ。和風な民家やまだつぼみの塔、鈴の塔などといった建物がこれに該当するぜ。ただこれは使われてる建物を考えるとドアというよりは引き戸のようなものと考えられるぜ。そしてもちろん関東には和風な建物がないから一つも使われてないぜ。これも譲渡限定の一品ということね。そしてお次はこちら。これは関東の建物全般に使われてるドアだぜ。譲渡地方とは違い関東ではほぼ全ての建物にこのドアが使われてるぜ。そして初代からデザインも変わっておらず懐かしい気持ちになること間違いなしだぜ。譲渡地方でいうまだつぼみの塔みたいな特別な建物がないもんね。でもほぼ全てということは例外があるってこと？ああ一つだけ違うドアが存在していて。それがこのドアだぜ。ザ・ドアって感じのドアね。これは玉虫マンションを裏から入ると見れるぜ。またしても玉虫マンションね。裏から入るとこのドアが見れるのと、屋上で入れる場所にもこのドアが使われてるぜ。初代からここは例外だったもんね。レアな仕様は金銀でも健在だぜ。そして続いてはこちら。これはエレベーターのドアだぜ。エレベーターは小金デパートと玉虫デパートにのみ存在するぜ。初代と比べてみるとドアの上にフロアが点灯するパネルや、ボタンが上下の形になっていてわかりやすいものになってるぜ。ちゃんとエレベーターも進化しててすごいわ。そして続いてはこちら。これは高速船アクア号に使われてるドアだぜ。このドアはこの場所にしか使われていなくて船長室も含めてこのドアで全て統一されているぜ。丸みを帯びてる赤いドアでデザインも可愛いわね。ホテルのような個室特有のレバー式ドアノブになっているのも表現しているのがすごいぜ。こんなの子供の頃に気づかなかったわ。ドア一つをとってもこのこだわりようだから凄まじいぜ。続いてはこちら。これは小金式地下通路の壁のギミックを解いた先にあるドアだぜ。2枚扉になっていて味とイベントの終盤感があって良いわね。そして他には四天王の部屋の扉としても使われてるぜ。どちらも場所に馴染んでいるから気づかなかったわ。どっちのものとして最初に作ったのか気になるよな。そして続いてはこちら。これは小金式の地下通路や、町と町をつなぐ通路に使われてるぜ。通路専用のドアって感じね。専用と思いきやもう一つ大事な場所で使われていて、それがチャンピオンの渡るの部屋だぜ。え、嘘でしょ？渡るに勝利した時に開く奥の扉がこれになっているぜ。チャンピオンに勝ったのに通路用のドアっていうのも寂しい感じがするわね。そんな声が制作陣の間でも上がったのか。クリスタルでは渡るの部屋すべてが一新され、奥の扉も専用のものになってるぜ。そういえばクリスタルで大きく変更された一つよね。さすがにチャンピオン戦はこれくらい唯一無二の部屋の方がテンション上がるよな。ドラゴンっぽい柄が描かれているのがかっこいいわね。そして最後はこちら。これはクリスタル限定のバトルタワーの入り口だぜ。ここは当時ゲームボーイと携帯電話をつなぐモバイルアダプタ GB を使用して遊べる施設だぜ。残念ながらバーチャルコンソールでは対応してないから外観を見る以外は何もできないぜ。当時ここで遊んでた人は一体どれだけいたのかしらね。友達でモバイルアダプターを持ってた人はほとんどいなかった気がするよな。通信ケーブルを持ってるだけで人気者だったもんね。スイッチや次世代機でバトルタワーに対応したクリスタルが配信されることを祈るぜ。ということで今回の紹介は以上だぜ。さあ今回はポケモン金銀クリスタルに出てくる様々なドット絵を紹介したけどどうだった？しっかりと見たことはなかったから改めてそのクオリティに驚いたわ。ポケモンや人間のドット絵に注目されがちだけど、こういった小物や世界観を感じさせるものにも味を感じさせるのはすごいよな。なお今回紹介したもの以外にもまだまだたくさんのドット絵でポケモンはできてるから、ぜひみんなも実際にプレイして細かいところまで確認してほしいぜ。今のポケモンにはない昔ながらの世界観を味わわせてもらうわ。こんな感じでこれからもポケモンに関しての情報を発信していくから、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いするぜ。
みんなの感想コメントのおかげで続けていけてるわよ。ということでまた別の動画で会おうぜ。ご視聴ありがとうございました。